久しぶり。あれ？痩せた？最近仕事でいろいろあってさ。ちゃんと寝れてる？いや、最近ずっと眠れなくて。心配だよ。夜になると仕事で言われた嫌なことを思い出して眠れなくなるの。言葉ってさ、花束にもなるし、ナイフにもなると思ってて。スイはいつも綺麗な花束をくれるから、心の中に飾って枯れないようにお水をあげてるの。でもたまにお水あげるの忘れて枯らしちゃうんだけどね。じゃあ枯れても大丈夫なように、私がいつでもエマに花束を送り続けるよ。ありがとう。多分言葉のナイフを持ってる人は本当は綺麗な花束を求めてると思ってて、でももらい方がわからないから、むやみに誰かを傷つけることしかできないのかなって。確かに、本当に幸せな人って誰かを傷つけようってならないもんね。だから本当はみんな幸せになりたいだけなんだよ。だからいつかナイフを持ってる人の手に花を持たせてあげれるような人になりたい。優しいね。え、待って、花束配りすぎて自分の分まで人にあげちゃいそう。それでもいいよ。その人が優しい気持ちになってくれたらそれでいい。本当に昔から損する人だよね。確かにそうかも。じゃあ今日はどっちの方がお寿司食べれるかゲームしよ。少なかった方のおごりね。やめてよ。せっかく痩せたのに、太ったら彼氏できなくなっちゃうじゃん。彼氏できなくてもいいじゃん。私が毎日今日も可愛いねーって褒めてあげるから。何それ、イケメンじゃん。どう、惚れた？どうかな。なんだよ。よかった。どういたしまして。エマのこと傷つける人がいたら、私がその何百倍も褒めて、その傷すぐ治しちゃうから。だから安心してね。うん。ありがとう。心強い。君からもらったたくさんの温かい言葉の花束を抱えて、深い眠りにつけた。
僕は雨の日、旧校舎の方にいつもサボりに行ってる。雨音が旧校舎の屋根に当たる音を聞いてると、なんだか曲が作れそうな気がしてくるからだ。作詞家になるのが夢で、家族に反対されながらも使われてない音楽室で一人考えていた。はあ、大きなため息、窮屈だよね。わかる。あ、何？誰もいないからってサボろうとしてたんでしょ。授業戻りなさい。僕は気づけばまたあの場所に向かっていた。雨音が鍵盤を弾くように軽やかなピアノの音が響いていた。踊ってるみたいだ。どうしたの？あ、いや、その、そんなところから覗いてないで入ってきなさい。ところで、君はここで何をしているの？何でもいいじゃないですか。まあ何でもいいけど。勝手に見ないでくださいよ。言葉にできず凍えたままで。素敵な曲。なんていう曲？タイトルはまだないんです。君が作ったの？おかしいですよね。一弦ってどうしても出る気になれなくて、学校来てるのにサボってるんです。いいんじゃない？どうせ人間なんてみんなちょっとずつおかしいんだから。この日を境に先生と僕との秘密の時間が始まった。作曲の相談をしたり、一緒に歌ったり。雨の日に先生の弾くピアノを聴きながら作曲するようになっていった。不思議な子だった。二人の時間を過ごすたびに心が軽くなっていくのを感じた。君がずっと書いてる曲ってどんなイメージなの？言えるわけない。先生との時間を綴っているなんて。雨の日をイメージしてます。へえ。音楽を聴くとね、楽しかった記憶も悲しかった記憶もその曲を聴くと思い出すの。君が書いた曲も誰かにとって記憶に残る曲になるといいね。今日も晴れか。雨の日があんなに嫌いだったのに。いつしか雨が降っていることを祈るようになっていた。次に雨が降ったのは一週間後のことだった。出会った頃のようにまた思い詰めた表情をしている君が視界に入った。先生、学校を辞めるって本当ですか？え？あ、うん、私ね、うまく歌えなくなっちゃったの。いつの間にか歌えない音楽の先生なんて仕事続けていけないよね。今年度で辞める予定。私元はプロのピアニストなんだよ。
プレッシャーに負けてやめちゃったけどね。逃げ出したんだ。逃げるように音楽の先生になったはいいものの、授業が始まるとうまく歌えなくて手も震えて弾けなくなっちゃうんだ。でも君が夢に向かって一生懸命努力する姿を見て、大人の私が何逃げてるんだって勇気をもらったの。そう思えるようになったのも君のおかげ。ありがとう。勝手なこと言わないでください。最初から知ってたんですね。え？なんでもないです。今日は帰ります。私は何で追いかけてきたんですか。本当はあなたのこと嫌いです。先生だって僕の夢が叶わないって言ってたんでしょ。あんたはいつだってそうだよ。大事なことから目を背けて逃げ出すんだ。君が作る曲楽しみにしてたの。いつか君が作った曲を私が弾きたい。だから言葉にできず凍えたままで、人前では優しく生きていた。しわ寄せでこんな風に雑に、雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のビラと壊れた小屋とを、街角ではそう誰もが急いでた。君じゃない、悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。レイリー、君は目に煙る衰退期を少し走った。土砂降りでも構わないと、ずぶ濡れでも構わないと、しぶき上げる君が見上げる空に問う。このもどかしい感情は伝わるのか。見上げる空に問う。飛び交うことの葉に真実はあるのか。心をなくした道化たちがさまよい、笑顔の裏に潜む影に光を探す。入り乱れる景色、風は冷たく感じ、そうじゃないと願う思いとの交差だ。一瞬にして過ぎゆく時の流れに自分の居場所さえも見失う。どこへ向かえばいい、誰を信じればいい。離れてく、消えていく、見つからない、伝わらない。
飛び交うことの葉に答えを探してる。惑わされ、絶望し、魅了され、行き着いた先に行き着く間もなく気づけば置いていかれる。歓喜さえも心の奥底には届かない。満たされない感情に蝕まれ、傷つける。飛び交う文字に翻弄され、感情を押し殺し、頭の中で必死に見つけた言葉をもう一人の自分が嘆く。答えのない言葉を叫び続け、やり過ごすだけの日々。現実逃避だって分かっていても、逃避できていない自分がいる。この果てに何があるのだろう。この果ての答えはどんなものだろう。松井は、この言葉を信じ、今日も俺たちは言葉を紡ぐ。この世界には未来がある。希望がある。そこには誰でも満たされる居場所がある。共に生きよう、共に歩もう。この世界があなたの居場所になるまで。